いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルランドローバーよりレンジローバー、ボーグ、ディーゼルを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパー、ボンネットに飛び石が、右リアフェンダー、左リアドアに傷がございます。走行距離約1万1000キロと低走行なお車です。外装色はロワールブルー、インテリアはアイボリーレザーを採用しております。プレミアム SUV の原点にして頂点に君臨するレンジローバーボーグでございます。こちらのお車は数多くの豪華な装備と上質な乗り心地、圧倒的な走行性能により砂漠のロールスロイスと呼ばれております。こちらのモデルはディーゼルのモデルですので燃費にも注目していただきたい一台です。さらにはドアを開けていただきますと、このようにサイドステップが出てきます。小さなお子様でも安全に乗り降りすることが可能となっております。続きましてエンジンスペックの紹介です。エンジンは3リッターの V 型6気筒ディーゼルターボチャージャーが搭載されており、最高出力は258馬力を誇ります。足元には純正20インチアルミホイールが装備されており、ダイナミックなボディにマッチした迫力のあるデザインとなっております。またタイヤの山に関しましては前後6部山程度となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リアのテールライトにも LED が採用されており、安全性、視認性ともに優れたデザインとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクは電動での開閉となります。トランクスペース SUV 車両ということで非常に縦横広々としたスペースが確保されております。また後席を倒していただくことにより長い荷物にも対応が可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはアイボリーシートが採用されております。運転席助手席ともに良好な状態です。またウッド素材を多く使用しておりますので上品な内装となっております。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては4本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されております。素材はウッドとレザーのコンビとなっております。またこちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能となっております。さらにはクルーズコントロールも装備されておりますので快適なクルージング走行もお楽しみいただけます。またステアリングヒーターも装備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正 10.2 インチの SD ナビゲーションが採用されております。こちらは地デジの視聴も可能となっております。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し360度カメラも選択することができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており、 SUV 車両ながらスムーズな加速が魅力の1台です。また走行モードに関しましてはテレインレスポンスが装備されておりますので走行状況に応じて細かな変更が可能となっております。またエアサスペンションが装備されておりますので車高の上げ下げも可能となっております。シートヒーターが備わっておりますので冬場でも暖かいドライビングをお楽しみいただけます。続きまして後部座席の紹介です。後部座席に関しましても非常に広々としたスペースが確保されております。また上部にはパノラミックスライディングルーフが装備されておりますので圧倒的な開放感をお楽しみいただけます。また後部座席にもシートヒーターが備わっておりますので冷えることなくドライブをお楽しみいただけます。またメリディアン製のスピーカーも装備されておりますので音楽もお楽しみいただける1台です。合わせて気になる車内の匂いですが特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2017年モデルランドローバーよりレンジローバーボーグディーゼルを紹介させていただきました。
こちらのお車はプレミアム SUV の中でも原点にして頂点のお車です。数多くの豪華な装備と圧倒的な走行性能により他の SUV を寄せ付けないほどの完成度の高いお車となっております。またこちらのお車は走行距離約 1.1 万キロと非常に低走行なお車です。さらには新車保証継承もたっぷりと残っておりますのでお買い得な1台となっております。この機会にぜひともご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。